はい、でまず、注意点はストリームライン、ね、で上半身はしっかりとストリームライン組んでくれる一回ストリームライン、それそれな、はい、一本の細い槍になったつもりで、ね、しっかりとストリームライン組んでください。で足先はあの軽く揃うような感じ、ね、足先が軽く揃うような感じでしっかり蹴伸びを決めてから、キック小さく早くね、小さく早くキック打っていくねんけども、足先があの自分の体の幅ね、この横幅ね、横幅よりも大きく出てしまうとそれは全部ブレーキになるんで、ね、その幅以内で抑えていくということね。でそれと前に進まなあかんから、小さく早く打つねんけど、後ろの人に水をパスしていくというような感じ、足の甲で押していくというような感じで蹴っていってくださいね。だいたい10メートルぐらいまでキックね。でこれバーって見たときにビューンと加速感が出てる人はもう100点ね、100点やからね、はい、それをちょっと全員決めるようにはい、行こう、よーい、はい、はい、行こう、よーい、はい、あ、行きますね、はい、よーい、はい、後ろに押していくって感じね、はい、OK、よーい、はい、押す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 ね、はい、よーい、はい、はい、オッケー、オッケー、オッケー、はい、行こう、よーい、はい、押していきや、はい、オッケー、オッケー、よーい、はい、押す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 、はい、オッケー、よーい、はい、あれ、ドルフィン入れたな、今オッケー、ちょっと曲がりすぎやな、ちょっとあの上出た時曲がりすぎてる感じ、よーい、はい、水の中 OK やけどね、おー、いいキックやね、はい、よーい、はい、はい、 OK、 ちょっとこっちから取るわね、今度ね、こう取るんで、はい、こう、よーい、はい、押すのをちょっと意識してあげてね、あの感じ、あのスピード感あったら OK ね、よーい、はい、後ろにちょっと押すって感じね、うん、いけるね、よーい、はい、後ろに押していくって感じね、足先揃えて押していく、はい、 OKOKOK、 よーい、はい、押す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 、はい、よーい、はい、はい、こう、よーい、はい、あ、OK、ええね、よーい、はい、OK、OK、よーい、はい、後ろに押す、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 押すね、はい、はい、こう、よーい、はい、はい、よーい、はい、はい、オッケー、オッケー、よーい、はい、後ろに押す、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 そう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 、あ、ええ感じやん、はい、オッケー、